彼があなたの右腕？ええ、腕にも足にもない、エスタで結構です。そう？じゃあエスタ、これからよろしくね。よろしくお願いします。ええ、今年の出来は芳しくないと聞いている。金50で応じないようなら取引は中止にしようと思う。では、異議のある者は発言を。最後に俺から3人組の罰則についての提案がある。
恐れながら陛下、今は選択法が制定されたばかりで民の混乱は未だ収まっておりません。俺の判断に不満を抱く者ならすでに11人はいるだろう。特にオルテ、お前はな。我らは国と陛下の御為を思って進言しておりますゆえ、不満ではございません。国を思うのならば、目先の結果にすがるのではなく、もっと先の未来を見ろ。このまま女たちに負担を強いれば、現状の付け焼き場ですら効力を持たなくなるぞ。お父上の制定された法律を愚弄なさいますか。俺は祭りごとに携わる者として冷静に局面を見ているつもりだが。では陛下はどうすればよろしい。まずは三人組の罰則をなくすべきだ。ここにいる彼女の件は耳の早い貴公ならば知っているだろう。ノール殿のご婦人が罰の代行により花嫁になられたことですかな。その件により罰則の恐怖が広まるのも時間の問題だ。彼女たちの混乱を避けるためおいおいにと思っていたが、これ以上はどうやっても伏せてはおけない。罰則をなくせば逃亡を企てる者が続出しますぞ。代わりに警備を強化すればいい。彼女たちはただでさえ無理やり連れてこられて疲弊している。その上罰則という重圧までかければ心が壊れかねない。私は選択法は治安を向上させる良い手段だったと思う。秩序なき奪い合いは無用な争いを生み、戦に向かう男たちの力を奪う。それに泣き叫ぶ女を犯すという蛮行が英語をまかり通れば、いずれナスラの民の精神性は地に落ちるだろう。オルテ、お前。
前はなぜそれを知りながら父上の留守から女を連れてこいなどという法律を良しとした。それのみが苦境を打開する手段だったからです。先代様は東屋様のように夢を語られませんでした。不死の治療薬の開発が夢物語だというのか。失礼ながら成果が見られないうちはそう言わざるを得ません。迷信を信じているから、いつまで経っても研究が進まないんだ。陛下のおっしゃる手段で皆の心を落ち着けるには、精霊の呪いではないと証明できなければなりません。それができなければ先の見えない暗闇をとりあえず歩けと皆に命じているのに等しい。その件についてはここでは回答しかねる。改めて文書で願う。不作で冬の備えが足りない件か。それについては西の蓄えを2割北へ流すと決議が出た。ああ、それなら明日にでも。その件にはこちらで調査をするための時間が欲しい。どの程度待っていただけるかね。されましたかな。
て大臣。おや、確かあなたは見学をなさっていた政務補佐殿の奥方でしたかな。ええ、今少しだけお時間をいただいてもよろしいでしょうか。少しでしたら申し訳ございませんが、私は今から自宅に戻り、本日の議案をまとめねばなりませんので。先ほどの会議、見学していて気になったことがありました。ほう、奥方は祭り事がお分かりになりますか。いえ、一国の大臣を前にして分かると大きく出られるほど詳しくはありません。ですからご意見をお伺いしたいと思いました。呪いだと信じていないのに王を支持なさらないのですか。精霊は我らを見守ってくださる尊き御霊、私も皆と同じにその存在を信じていないわけではありません。大臣も不死は呪いだと。呪いでないという証明がありますか。病のように体調を崩しただけでは人の身体は腐りはしないでしょう。あのように恐ろしい事象が呪いではないとするのなら、一体何が原因だと。それは決定的な判断材料が存在しない今、精霊の御業と信じることと病だと信じること、この二つには一体どんな違いがあると。それに仮に不死がただの病だとして、努力すら民に諦めろと言われるのか。さよう。不死が呪いである限り、精霊に対して経験であれば救われると希望を持てる。原因を知り、
納得して己で回避するための努力ができる。それも救いの一つだと私は思う。結果死に至るとしてもですか？生も死も人に定められた運命だ。そろそろいいですかな、奥方殿。少々の時間は過ぎたでしょう。けれど、オルテ大臣。あなたがおっしゃる通りに、それは一つの救いかもしれません。でも、ただ非常な死を受け入れるだけが運命だとは思えません。新しい道を探して開拓していくことも、考える力を精霊より賜った人の定めなのではないでしょうか。どうやらあなたも王と同じ無双家らしい。可能性ばかりでは意味がない。実現できれば、それは単なる夢物語だ。お時間ありがとうございました。